今日はピスタチオをたっぷり入れたクッキーを作っていきます。まずはピスタチオのパウダーを作っていきます。製菓材料店で販売されているピスタチオパウダーでも全然いいんですが、やはりピスタチオはちょっと価格が高いので、今回はスーパーなどで売っている殻付きのピスタチオの殻を外したものをパウダーにしています。殻外すのちょっと大変ですけどね。このローストされたものでも売られてます。そして 50g 別に計量して、これはそのまま加えていきます。ここから生地を作っていきます。まずは無塩バターをゴムベラで滑らかな状態にしていきます。あまり溶かしすぎないように気をつけてください。バターの温度20度ぐらいです。そこにグラニュー糖を加えていきます。もう今回はホイッパーを使わずゴムベラで合わせていくだけです。少しジャリッとした感じ残ってますが、そのままなじめば OK です。そこに牛乳ですね、水分を少しずつ加えていきます。一度に加えると分離してしまいますので、必ず室温に戻した冷たくない牛乳を少しずつ加えていきます。バターが冷たすぎたり牛乳が冷たすぎたりすると分離しちゃうので気をつけてください。次に最初に作ったピスタチオパウダーですね、ローストされてるので少し色が黄みがかってる感じです。薄皮もついてるので少し茶色っぽい感じはします。これをなじませていきます。そして粉を加える前にピスタチオを加えていきます。今回フードプロセッサーで生地を作らない理由はこれですね。先にナッツを加えて後で粉を入れて、きちんとこのピスタチオを生地の中に、接着というかまとめていくという意味で今回は手で作ってます。そして最後に薄力粉、これを一度にふるい入れます。そして初めはゴムベラで切るように合わせていきます。ちょっとナッツもいっぱい入ってるので、なんかゴロゴロというかジャリジャリというか少しまとめにくいと思うんですが、ずっとやってるとだんだんそぼろ状になってきます。白い粉が少しこうグリーンのピスタチオの色になってきたら、ボウルの底に押し付けるように生地をまとめていきます。もう途中からはこうやってまとめていかないとまとまらないですね。で、今粉がなくなった状態なんですが、まだちょっとね、生地がボソッとしてる感じがあるんです。ここからさらに、もう少し合わせて生地が滑らかな状態になるまで合わせていきます。ここで合わせが足りないと焼いた時に生地が広がってしまったりするので、しっかり合わせていきましょう。これぐらい滑らかな状態になれば OK です。出来上がった生地はまずラップに包んでいきます。この状態だと柔らかくて成形できないので、ラップに包んで冷やしていきます。冷えやすいように少し平らな状態にしてください。そしてこの状態で冷蔵庫で1時間以上ですね、翌日になっても大丈夫です。こうやって1枚の板状にしっかり冷えたら、シルパッド、台の上などで生地を成形していきます。まずはこう割りほぐして、そして固まっているので軽く手で揉みながらまとめていきます。で、少しくっつきやすい生地であるので、強力粉、打ち粉を少し打ちながらベトつかないようにまとめていってください。必要最低限の打ち粉ですね。で、生地がまとまってきたら棒状に成形していきます。
そして今日は1センチにカットして20枚作るので20センチに伸ばしていきます。棒状に出来上がったらこれをラップに包んで冷やし固めます。こう転がしながら巻いていくと綺麗に巻いていけます。ちょっとねピスタチオがゴツゴツして綺麗に成形しづらいっていうのがありますが、このまま冷凍庫で30分冷やします。長く冷凍している場合、カチカチになっている時は冷蔵庫で解凍してからカットするようにしてください。すぐ作る場合はオーブンを予熱が終わってからカットしていきます。で、1センチの幅ですね。ここはナッツがたくさん入っているので一思いにいった方がいいです。もう両手で上からザッと下に向かってカットしていく感じですね。途中から片手でカットしてたんですけど、やっぱり片手でカットすると少し回ったりしてブレるんですね。なので両手がいいと思います。そして最後全体を持って少し転がして形を整えてシールパッドやオーブンペーパーの上に並べていきます。ディアマンクッキーなんかは砂糖つけるんですが、クッキー自体に結構甘みがあるので今日はそのまま焼いていきます。そしてなるべく緑色を損なわないように焼き色つけすぎないように焼いていきます。焼き上がったらすぐに天板から外して冷ましていきます。ものすごく綺麗な丸いクッキーというよりも少しラフな感じの形になるクッキーになります。ザクッとした食感が美味しいクッキーです。ぜひやってみてください。レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って